今季女子ゴルフ各最終日の平均世帯視聴率日本ゴルフトーナメント振興協会作成ビデオリサーチ調べを見ると関東地区で10%超え話唯一の2桁は金田久美子33が11年ぶりに優勝した樋口久子三菱電機レディースのチューブ名古屋地区10.7%だった金田は名古屋出身で多くの地元ファンが観戦したのだろう 今はインターネット有料で女子プロの試合がライブ中継されているものの視聴率はファンの関心度を示している。ちなみに昨年唯一の2桁視聴率を記録したのは渋野ひな子24がプレイオフを制した同大会の12.4%関東中部ともだった。ギャラリースー主催者発表も渋野ひな子効果は大きい。 今季国内初戦のブリヂストン女子、千葉は予選2日間で約6000人ものギャラリーを集めたが、それをはるかに上回ったのが、t o t o ジャパンクラシック、滋賀。初日だけでも5637人のギャラリーが会場を訪れ、2日目も4526人。 大ギャラリーが渋野ひな子の組につき同組のイ・ジョンウン6、韓国がすごいギャラリーなんだけどいつもこんなに入るのと仰天した。この大会は4日間で延べ2万人超のファンを集めた。すごくもったいない一年だったというか悔しい一年だった。 ほぼ自信を失っている状態なので、自分に自信を持って、試合に臨めるように、来年は準備したいと、今季を締めた渋野ひな子だが、人気は健在だ。木下綾2位浮上、最高低い弾道で、スコア伸ばす仲良し、渋野ひな子と、オフに会えたら、女子 QT。国内女子ゴルフツアー、クオリファイングトーナメント、QT ファイナルステージ第2日、30日、岡山 JFE。 瀬戸内 GC6442 ヤードパー7 2出場96人黄金世代で渋野日向子とも仲がいい木下綾23調布製作所が1イーグル4バーディー2ボギーの68をマークし前日の6位から2位に浮上した強風でスコアメイクに苦しむ選手が多い中得意の低い弾道からチャンスを作りスコアを伸ばした 18番パー5ではフォローの風を生かしピン50センチに2オンラク,ラクイーグルを奪った本当最高でしたセカンドも完璧でグリーンの傾斜に綺麗に乗って入るかなと思ったぐらいと最後のスーパープレーを喜んだ昨年も QT に出場し前半戦の出場資格を勝ち取ったが夏場に新型コロナに感染したこともあり調子が上がらなかった 感覚がずっと戻らず、治っても体がだるく、咳が2から3週間止まらなかった。体とゴルフがなかなか噛み合わなかった、という。そんな中、プロになる前から指導を受けていた祖父、ひろしさん、82、約3年ぶりにショットを見てもらった。ドライバーの弾道を低くした方がいいと言われ、そこから調子が良くなってきた、という。この日の強風の中でも、その教えを生かし、コースコアにつなげた。 同期で出身地も近い渋野ひな子とは中学時代からの付き合いでないの仲良し顔や喋り方もそっくりで間違えられることも多いというたまに連絡取りますが渋野ひな子が多忙なのでオフに会えたらまずは高位置をキープして昨年に続き前半戦の出場資格を得ることが目標だ明日もいつも通り頑張りたいと平常心で上位通過を目指す 渋子そっくりさんの木下綾、2位浮上。ラッキーです声も、仕草もそっくり、女子ゴルフ。30日、女子ゴルフ j l p h コリファイングトーナメントファイナルステージ第2日。岡山県、笠岡市 JFE 瀬戸内海 GC。国内女子ツアーのシート選手以外の、来季前半戦出場優先順位を決める、最終予選会。 若林舞子34ヨネックスが10アンダーまで伸ばして首位をキープ8アンダーの2位に木下綾23調布製作所7アンダー3位に浜崎未来 22DSK グループが続く最終順位35位程度までが来季開幕6月下旬までのほぼ全試合に出場できる見込み渋野日子の親友にして そっくりさんの木下が最終18番パー5でイーグルダッシュ。ベストスコア68をマークして2位浮上だ。最後はすごいフォロー、追い風だったので215ヤードのセカンドを7番ウッドで打ちました。傾斜を転がってピンそば50センチに止まってくれました。ラッキーです。相変わらず声も仕草も渋くことそっくりだ。 今季序盤戦では V 戦線での活躍もあったが、夏場に新型コロナウイルス感染して以降は調子を落とし、軽症だったんですけど、完全に体調と感覚が戻るまで2ヶ月近くかかってしまったという。持ち玉和低弾道。これが強風の中で生きているようだ。